きっかけ？ドキュメンタリー見たら、宇宙の天地がよくわからない。もう絶対幸せしちゃうから心配するな。まあ夢物語かな。はい、ということでいよいよ始まりました、はい、徹夜続きでヘロヘロの、プロデューサーの久保俊也とフェスティバルディレクターの島田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、この2人で、キックオフの、オープニングイベントを開始していきたいというふうに思っておりますが、今日は、この後ですね、簡単に概要のこの札幌国際短編画祭の概要説明と、アワードの2つの賞の発表を行っていきたいと思います。まず島田さん、はい、ちょっと第16回、はい、こんなにやってしまいましたけれど、札幌国際短編画祭2021、今年はどんな感じで開催されますでしょうか。まあ、今ご覧いただいているようなオンラインの、はい、開催と、それを主にしながら、3日間の特別上映会ということで、札幌の会場で、劇場大きなスクリーンで、上映いたします。はい、ということでですね、後ほど詳しく説明していきたいと思います。この札幌国際短編映画祭、多くのスポンサー企業さん、協力企業さんのおかげで成り立っております。そちらの方をぜひ紹介させていただきたいと思います。まずはスポンサーさん、こちらの方々です。株式会社アミノアップ、ヤフージャパン、コネクトバイ大和証券グループ、JR 北海道バス株式会社セコマ、株式会社内田洋光、日本ピザハット株式会社、パルコ、ユニ、北海道情報大学、札幌漫画アニメ声優専門学校、北海道科学大学、リンケージサービス株式会社、株式会社アレクト、どんぐり、エーデルワイスファーム、ノースエレメンツ。
在札幌米国総領事館ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、カリフォルニアインディペンデントフィルムフェスティバル、クレルモンフェラン国際短編映画祭、北海道工業生活衛生同業組合。以上、多くの方々、ご協賛ご協力ご講演をいただいております。はい、早速ですけれども、概要の方の説明をさせていただきたいと思います。僕のスライドの方を出してください。今年はですね、世界105の国と地域から2960もの作品が集まりまして、多くの作品の中から、36カ国112作品を上映してまいります。こちらの方をですね、先ほど島田ディレクターからもありましたけども、感動の最新映画作品をおうちとスクリーン両方ハイブリッドですね、しかもあのショートフィルムですから短い時間で見ることができます。絵にするとこんな感じですね、スマホとかパソコンとかで、もう一方リアル会場では大きいスクリーンでご覧にいただけます。そしてどんな映画が見れるのかと皆さんきっと思われると思います。まず見どころを紹介したいと思います。島田さん、ちょっと説明いただけますでしょうか。はい、こちらの作品ですね、はい、ザ・レタールームという作品なんですけども、なんとあのアメリカの、アカデミー賞の、実写短編映画部門賞にノミネートした作品です。それだけでもすごいと思うんですけれども、主演の方がなんとこのオスカー・アイザックという、あの有名な俳優さんで、スター・ウォーズシリーズにも出演されてますね。今、上映がされていると思うんですけど、あのデューンというあの、はい、作品にも、出演されています。そうなんですね、はい、じゃあどんな作品かちょっと見てみたいと思います。Feel your touch in my sleep. You are in my breaths of air. You are all the beams of sunshine that ever touch my skin. I imagine it is your warm hands on my body, stroking me. I feel you grow by the touch of my hands. An ocean is released deep inside of me. Just checking in? Yeah, that's great.God, it's great. Yes, thank you. Thank you so much. Alrighty then. Adios. Hi. というレタールームですね。はい、あの、はい、刑務所のあの収監されている方々の、手紙をチェックするというレタールームという部屋があって、そこのお話になっています。はい、そして続きましてこちらの方も見どころということで、島田先生が、ご推薦いただいたという作品ですが、はい、こちらあのちょっとマニアックになるかもしれないんですけど、フランスの名優、ドニー・ラバンの出演作がなんと今年偶然なんですけど2作品ノミネートしているということで、圧巻の演技をご覧いただけます。こちらの乳首ささやき師、ちょっと変わったタイトルなんですけども、はい、それからプリンセス・オブ・エルサレムという作品になっております。はい、あれですね、ポンヌフの恋人のレオス・カラックスの作品で有名な男優さんですよね。はい、はい、こちらの方もちょっと見ていただきたいと思います。なんかあれですね、すごい感じ、雰囲気ありますね。はい、はい、
はい、続いてこちらの方は、はい、こちらは今回 のジャパンプレミア部門にノミネートしている作品で、ベネチア映画祭にもなんと、ノミネートしたということで、うん、日本の山下つぼみ監督の作品かの山です。こちらも注目作品になっております。これはジャパンプレミアプログラムということで日本初公開という作品になるわけですね、はい、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。その他ですね、世界の今を映し出す、COVID-19 コロナプログラムとか、それから後ほどもですね、また説明したいと思いますが、この岩井俊二特別上映プログラム、岩井俊二監督は今年、国際審査員をやって、務めていただきまして、そして、ドラマデビュー30周年を記念して、当時のテレビドラマ3作品、これ名作と言われております岩井俊二監督のエッセンスを素晴らしくこう反映している作品だというふうに思っております。こちらのオンラインと、そして、オフラインで、リアル会場では、11月の21日の14時45分から、この3作品ゲストイン本人もお越しになりますので、ぜひ楽しみにしていてほしいと思います。はい、場所は札幌市、札幌文化芸術劇場ヒタルの中にありますクリエイティブスタジオ、こちらの方で19、20、21、3日間、ご覧のようなスケジュールでですね行うんですけれども、19日の日は、北海道セレクションから、特別賞の発表と賞の授与、そして受賞作品の上映があります。これですね、入場無料ですので、こちらの方にも足を運んでいただきたいと思います。それから持続可能な、開発目標 SDGs って言葉聞いたことあると思うんですけれども、こちらをテーマにした作品の上映会が特別にあります。これも入場無料ということですね。そしてこちらの方が、アワードプログラム受賞作品などもご覧いただきます。そしてこちらの方が先ほどご紹介しました岩井俊二監督の特別上映会が21日の14時45分からございます。そしてその他オンラインではですね、こういったインターナショナルの作品が各、これはエリアごとにプログラミングされているんですよね。A から G まであるんですけれども、オンラインで世界を旅していただきたいなというふうに思います。作品的にはこんな感じの作品で、見ることができます。そして先ほどご紹介しましたジャパンプレミアプログラムですね、この3作品がノミネートしております。ダイジェスト映像があるのでご覧いただきたいと思います。見応えありますよね。楽しみです。そしてナショナルプログラム、これは国内の作品になりますけれども、こちらのご覧の8作品になります。こちらの方もダイジェストご覧いただきたいと思います。
これもどれも素晴らしい作品ですね。いいですね、はい。そして、ファミリー&チルドレン、こちらの方はもう親子で楽しめる作品になります。全部で10作品になるんですかね。はい、はい。後ほどこちらの方から、受賞作品をご紹介したいというふうに思います。ダイジェストをご覧ください。いや素晴らしいですね。こちらの方もいやワクワクしますね。はい、後ほど受賞作品を発表したいと思います。そして地元の作品、北海道から2プログラム13作品があります。こちらの方もダイジェストをご覧ください。はい、こちらの今北海道セレクションはですね、11月19日のリアル会場の特別上映会で、2つの賞、アミナップ北海道監督賞と、メディアアワード、北海道メディアアワード、はい、こちらの方の賞の発表と授与、そして、上映会がありますので、はい、楽しみにしていただきたいと思います。そしてその他ですね、このようなアウトオブコンペティションのプログラムがございます。多くの作品が、このオンラインで見れますので、ぜひ皆さんですね、この12月5日までの期間、お家で映画祭を楽しんでいただきたいというふうに思います。はい。そしてですね、スポンサーでもあります、ピザハットさんから、ピザを食べながらですね、
ショートフィルムを見るという企画を我々立てました。11月13日明日の午後8時そして11月27日土曜日の同じく20時からもピザを食べながら映画を見ようということですね。ホームページの方にこのご案内あります。皆さんもぜひ我々のおすすめピザとそれに合ったショートフィルム、こちらの方を味わっていただきたいと思いますが、あの島田さんも何かおすすめ出したんですよね。僕ね今回ねプルコギ、のやつをお願いしました。そうですね、僕はラバーズフォーとヘレン君は死んでいる、このカップリングでぜひ楽しんでいただきたいというふうに思います。そしてインターナショナルコンペ、各賞の発表、そしてグランプリは、どの作品にということでアワードセレモニーを11月18日の木曜日、19時から、発表があります。はい、こちらの方の YouTube チャンネルの方をご覧いただきたいというふうに思います。スポンサーさんからもですねたくさんの副賞をいただいております。アミノアップ北海道監督賞にこのオリゴノールプラス24本入りが2ケース送られます。そして、ピザハットさんより副賞としてロケピザというね、これはいいですね。これ我々よくロケ弁っていうやつがあるんですけど、ロケピザ、こちらの方を最優秀国内賞、そしてジャパンプレミアアワード、そして北海道メディアアワードの3つの賞に贈られます。そして、今回ですね、セイコーマートさんからは、セコマワインセレクション、×12本、こちらの方最優秀国内賞、そしてジャパンプレミアアワードの2つの賞に、贈られます。素晴らしいですね、ピザとワインが揃ってますね。最高ですね、もうすでに飲みたくなっているという状況です。はい、そして、こちらの方大事な情報です。チケットの方、オンラインの方は2800円で、この期間中見放題、そして特別上映会リアル会場の方は11月19日から21日の3日間、ワンプログラム90分で、1500円ということになっております。こちらもですねオンラインでもリアル会場でもぜひ楽しんでいただきたいと思います。チケットの方このような感じで、ホームページの方からご案内させていただいております。ぜひですね、楽しんでいただければと思います。以上ちょいと長くなってしまいましたが、カミカミで概要説明の方を終わらせていただきたいと思います。お疲れ様でした。すいません。はい、ということで、それでは次のコーナーに入るんですが、はい、ポスタービジュアルの方のご説明をさせていただきたいと思います。多くのですね、街中ホームページでもご覧いただいております。大変このビジュアルですね、若い女性に大人気になっておりまして、驚いた顔のポスター、こちらの方をイラスト描いていただいた方々、そしてデザインをしてくれた方々をご紹介したいというふうに思います。大西洋さん、こちらの方ですね、東京生まれの方なんですけれども、東京芸術大学デザイン科を卒業され、実は2016年に北海道に移住された方です。2019年より北海道教育大学岩見沢校イラストレーション研究室准教授を務められ、イラストレーターの仕事として書籍などですね、イラストとか雑誌の挿絵、キャラクター制作、広告などを手掛けております。2008年には、HB、ファイルコンペ大賞、中条正義賞というのを受賞されております。それから、2009年は同コンペ、藤枝龍二賞特別賞、それから17年に第15回 TIS 公募入選、2019年より、手記をプロジェクトに参加ということですね。素晴らしい経歴をお持ちの方です。はい、そしてアートディレクター、ここ3年4年ですね、毎年ポスターのアートディレクションをしてくださっております。川尻隆一さん、グラフィックデザイナーの方、1982年、北海道留萌で生まれた方です。で現在札幌市在住でデザイン株式会社所属、ジャグダ新人賞を2021年に
得ております、札幌ジャグ、札幌 ADC 2019年グランプリ、グラフィックデザインインジャパン2019年中条正義、ディスワン選出など、ジャグダ会員で、札幌 ADC 会員、愛犬家ということですけれども、大変活躍されている期待される若手のアートディレクターの方です。はい、はい、このポスター見たらそういうふうにちょっと思い出していただければというふうに思います。はい、素晴らしいポスターありがとうございます。ありがとうございます。さて、はい、さてさてさて、いよいよですか。いよいよじゃないですか。はい、ではこれで僕の神々も終わりますからここからはあの、島田ディレクターの今度は何ですか、神々ですか。ドキドキです。ドキドキで、はい、はい、お送りします。はい、それでは続きまして、賞の発表に移りたいと思います。ここからはですね、最優秀チルドレンショート賞の発表を、させていただきたいと思います。はい、まず審査に当たってくれた今回の子ども審査員の皆さんをご紹介いたします。百瀬岡くん、柏原凪さん、高木清正くん、加藤湊くん、桜井日高くん、以上5名で、審査を行いました。ありがとうございました。それでは最優秀チルドレンショート賞の、各賞の発表映像が届いていますので発表していただきましょう。最優秀チルドレンショート賞金賞は、山の源ザ・ソース・オブ・ザ・マウンテンです。おめでとうございます。おめでとうございます。最優秀チルドレンショート賞金賞は、山の源ザ・ソース・オブ・ザ・マウンテンです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、最優秀チルドレンショート賞、山の源ザ・ソース・オブ・ザ・マウンテンズが、受賞いたしました。あ、こちらの作品はね、カラフルでやっぱりその動きとか色とか、あのやっぱりお子さんの感性は素晴らしいですよね。そうですね。こちらの、受賞した作品から、プロデューサーのフランソワ・ハイザー様から、うん、受賞のコメントが届いていますので、お聞きください。We would like to thank the Sapporo Short Fest Japan for including us in the filming competition. So it's always a pleasure for us to introduce our little characters to the world.And we are so honored to receive this award today. So thank you again to the jury and a huge congratulations to all the participating films. はい、はい、ありがとうございます。札幌国際短編映画祭に参加できて受賞まですることができて嬉しく思います。作品のキャラクターたちを広く知ってもらえることは本当に光栄です。審査員の皆さんありがとうございました。すべての作品応募者の皆さんにも祝福を送りたいと思います。という、ビデオメッセージでした。おめでとうございました。はい、おめでとうございました。はい、楽しい作品ね、子どもたちやっぱり選ぶんですよね。大人ではちょっと分かんないような感じで、これ受賞する予想は立てていましたか？全然分からなかったですね。そうですか。はい、ちょっと難しいかなって思った印象はありましたけど、ね、そうですね、ちょっと概念難しそうだけど、やっぱりね、子どもさんの感性はもう大人が思う以上だなというふうにつくづく思いました。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。続きましてチルドレンショート賞銀賞の発表です。はい、最優秀チルドレン賞ショート賞銀賞は、白絵好きのタコインクです。おめでとうございます。ありがとうございます。あー、これね、これは楽しいですね。これは子供たち好きでしょう。これもセリフ一切ないですよね。そうですね。先ほどの作品も確か学生だったと思うんですけども、こちらも学生ですかね。確かね。そうですね。はい、これ面白いですね。これ、子供審査員の反応どうだったんですか？もうすごい大人気でした。大人気。はい、
笑ってました。そうですね、うん、これ笑ってます。あの非常にユーモラスな感じで面白いと思います。はい、それでは、受賞された、ヨーソさん、エリクさんからコメントが届いていますのでお聞きください。ありがとう。 Hello Sapporo Festival. We are very happy that our film screens all the way in Japan. And we want to thank the jury for awarding us with this wonderful prize. Take it away, Yos. めっちゃ楽しいコメント、なんか見てるだけで喜びが伝わってきますけれども、ありがとう。ハロー札幌国際短編画祭、日本の皆さんに作品を見てもらえてハッピーです。また審査員の皆さんありがとうございました。さあ行ってみようかということでウクレレを演奏して、くれました。ありがとうございました。いやこれあのチルドレンショート賞をこうもらって人たちってなんか本当に嬉しそうですよね、はい、私そう子供たちにやっぱり選んでもらうっていうのは、うん、まあ、こういった作品特に嬉しいんだろうなというのが伝わってきました、はい、ありがとうございます。おめでとうございました、はい、チルドレンショート賞銀賞は綺麗好きのタコインクが受賞いたしました。おめでとうございます。続きましてチルドレンショート賞同賞の発表をご覧ください。最優秀チルドレンショート賞同賞はひなどりレスリングです。おめでとうございます。はあ、こちらの作品結構これストーリーとか難しそうじゃないですかね。ちょっと絵の雰囲気もなんか大人が好きそうな感じですけれども、非常にやっぱり感動したと子どもたちもコメントがありました。これもセリフ一切ない映像だけの作品ですよね。そうですね、ロシアの作品なんですけれども、はい、それでは、受賞された監督からコメントが届いていますのでお聞きください。こんにちは、私の名前はマラッです。 I'm the director of the short film Nestling. I live in Russia and today it's already cold, it's already winter. But I do not feel cold because this morning I received the heartwarming message from Japan that our film Nestling has been awardedSo I want to say that it's a great honor for us and I'm very happy about this because you know, Japan was always something special for me. The Japanese culture, I was always fascinated by it and I always, you know, had a lot of influence from the Japanese culture. So the only fact that the film's been shown to the audience in Japan, it's already, you know, a big achievement for us, but you know, to receive an award is something magical.So thank you very much. Thank you very much who voted. Thank you very much who came and watched the film. And I hope that maybe someday I will come to your country in person and meet you in person. Thank you very much and bye bye. どうもありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。私の名前はマラットです。ひなどりという作品の監督を務めました。ここはロシアですよ。もう冬だからかなり寒くなってきてるんだけど、僕らの作品がこの素晴らしい賞をもらったというあったかいニュースが日本から飛び込んできたので、今朝は全然寒くないです。私は日本が大好き、特別な国です。カルチャーに影響を受けてきたので、日本の皆さんに作品を見てもらえて、その上受賞までできたことは夢のようです。いつの日か日本に行って皆さんにお会いしたいですね。どうもありがとうございました。バイバイ。と、いうコメントが届きました。ね、おめでとうございます。ロシアからコメントね、はい、嬉しかったんじゃないですかね。そうですね、いや札幌の映画祭にこうやって世界からいろいろな喜びのメッセージが届いて嬉しいですね。まあこの子ども審査員の、ね、皆さんも本当に実は結構見るの大変だと思うんですよね、はい、普通に楽しんで見るのとやっぱり審査するってだいぶ違うんじゃないかと思うんですけれども、審査会の様子はどうだったんですか。いや本当に大人顔負けというコメントが飛び交ってですね、非常にそして盛り上がったというか、非常に議論が白熱してですね、3時間にわたる審査会になったんですけども、3時間、はい、本ちゃんの国際審査員さながらですね。そうですね、本当に子どもたちもちゃんと意見を持って映画を見ているんだなというのが確認できました。
はい、お母さんたちもこう見学されてたんですかね、後ろで。そうですね、今年、オンラインで開催となったんですけれども、やはりそのこんなに自分の子供が、意見をちゃんと言えるんだっていうことをなんか改めて発見されたりして、非常に喜んでらっしゃいました。そうですね、そういうふうにお母さんたちも普段の学校の勉強とまた違うこう側面を発見したり、子どもたちもやっぱり自分の意見を言える場が、自由にこうやって、できるんだっていうところをこう分かってもらったり、我々の映画祭も映像教育っていうのを一つ目的にしているので、こういった子ども審査員を大事にして、我々16年もやってるんで、実は16年前やったことか、もう今やもう20歳過ぎてるんじゃないかという、大変な歴史を刻んでいる子ども審査員賞でした。はい、毎年小学生の皆さんにご参加いただいてますので、ぜひ来年も興味がある方は応募いただければと思います。はい、続いてまた新しい賞を発表いたします。お、次の賞は、はい、次の賞は札幌市平和賞、発表いたします。札幌市平和賞はユライ・シュテプカ監督の沈黙です。この作品、沈黙はナチス・ドイツによるユダヤ人の組織的迫害であるホロコーストを否定する主張がある中で、戦時中のみならず今日に至ってもなお声を上げることができずに沈黙している人々が存在することを表したフィクションの作品です。この作品は音楽家ブラド・シュトゥルメンが奏でる演奏と暴力に傷つきながらも音楽により癒され、苦しい日々に喜びを見出そうとする人々の様子が描かれています。この作品が多くの方々にとって平和の尊さや人権の大切さを考えるきっかけとなることを願っています。はい、ということで、札幌市平和賞、こちらの方は平成20年の、第3回札幌国際短編画祭から設けている賞で、平和とは何か、平和な世界のためには、何ができるかと考える機会を提供してくれる作品という視点で選定させていただいたということですね。はい、それでは受賞された監督からコメントが届いていますのでお聞きください。はい。Hi, my name is Jura Shkipka. I'm director of the movie Silence. I am honored and surprised and grateful. I would never have thought that our film The Silence would win this prestige award. This is not a matter of course. This is the sentence we have been hearing for years from our politicians and historians. But we should mainly listen to our hearts. Peace is born in our minds, humility and responsibility. And that's what our film is about the humanity that still remains in us. And I hope it will be forever. One more time, big thanks for はい、こんにちは。沈黙を監督したユライ・シュテプカです。栄えあるこの賞を受賞できたことに驚いています。平和を当然のこととは思ってはいけないと政治家や歴史学者たちは言いますが、平和とは謙虚さと責任、我々自身の心の中から生まれるものと私は思っています。この映画の主題はそこにあり、人間が謙虚さを持ち続けていくことを私は願っています。皆さんに感謝を、ありがとうございましたというビデオコメントでした。はい、大変おめでとうございます。遠くの国からですね、平和を願ったこういった作品が届いて、やっぱり我々もこういった平和っていうのは当たり前のように思っていますけれども、こういった作品を通して本当にもう一度考える機会を与えてくださって、しかもコメントをこう拝見しますと本当に物静かで、学者のような、なんか雰囲気の方だったと思います。お会いできることを本当にまた楽しみにしておりますし、ぜひ一度こういったつながりがあるとですね、また札幌にも来てくれる機会があるんじゃないかと期待しておりますので、引き続き作品を見て多くの感想もいただきたいなというふうに思います。はい、
ユライ・シテプカ監督、おめでとうございます。おめでとうございました。はい、札幌市平和賞には副賞として札幌スタイル認定商品のトートバッグ、ウォルトントートが贈られます。はい、おめでとうございます。これ毎年札幌市さんの方から副賞を出していただいているということで、はい、送らさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。おめでとうございます。はい、以上で、オープニングイベントでの、受賞作品の発表は、全て終了となりますかね。相変わらずバタバタでしたね。いやどうでしょうか。すいません、僕がバタバタしてます。テンポよく行かれてるんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、久保さん突然こう振ってくるから、ドキッとしますけど。いやー、間を開けちゃいけないとかね、やっぱり思ったりして慌てるんですよね。もともとそういうおっちょこちょいなところがあるもんですから、本当に皆様には失礼しておりますえー、最後はビシッと島田ディレクターの方から、主催者の挨拶をしていただくということになると思いますが、はい、それではよろしくお願いします。はい、それではちょっと改めましてになりますけれども、はい、皆さんこんにちは、札幌国際短編映画祭のフェスティバルディレクターを務めております島田英二です。この度はご視聴いただきありがとうございます。 Hello, I'm Eiji Shimada, Festival Director of Sapporo Short Film Fest. Thank you for watching today.まず最初にこの度第16回札幌国際短編映画祭を開催できますことを心より嬉しく思っております。開催にあたり多大なご支援をいただいたご協賛企業団体および関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。 First of all, let me thank all sponsors, supporters and everyone who helped us to make this year's Sapporo Short Fest possible to take place. Thank you so much.また昨年より続く世界的な感染症の拡大によって映画制作者の皆様は大変なご苦労をされていることと存じます。作品を応募してくださったフィルムメーカーの皆様へ心より感謝申し上げます。 We also thank all filmmakers over the world who created amazing films. We know that it is not easy to make films in this worldwide pandemic situation. So thank you all filmmakersWe cannot make this happen without your film. Thank you so much. 今年は会期を11月に移動しての開催となりました。新型コロナウイルスの影響で昨年初めてオンライン開催を行いましたが、今年も昨年同様オンラインでの配信を主としつつ、札幌の会場では3日間の限定の特別上映会を開催いたします。This year, we are taking place this film festival with online screening for 3 weeks and in-person screening at theater in Sapporo for 3 days.、現在、まだ海外旅行などに行くこともままなりませんが、映画は世界を知ることのできる窓、ウィンドウです。ヨーロッパのことや東欧、北南米、中東、アフリカ、アジアのこと、さまざまな国を短い時間で旅するように見ることができるのがショートフィルムです。さあ、いよいよ今年の映画祭が始まります。世界で何が起こっているのか、ぜひ短編映画を楽しみながら世界を旅してみてください。 At this moment, it is not easy to enjoy traveling abroad, but you know, film is a window to show the world. You can travel from Europe to Eastern Europe and Russia, from Middle East to Africa, AsiaNorth South America through short films. Sapporo Short Fest 2021 has just started today. Please enjoy our outstanding short film selections. Thank you. あ、消されていました久保です。戻ってきました。素晴らしいスピーチありがとうございます。もうほぼ、島田ディレクターの方からですね、大事なところは言っていただいたかなというふうに思います。我々ですね、16年、まあ、こういった短編映画をやっておりますけれども、まあ、基本的に、短い映画30分以内の映画を皆さんに世界中の作品を見ていただいているんですけれども、たくさんの目的を持って、先ほどの子ども審査員もそうですけれども、映像教育のことやあと国際交流、そして新しいそのマーケットも多分この短い作品というのがですね、これから主流になっていく、そういった土壌も
インターネット等で出来上がってきてるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこの期間中、この札幌国際短編画祭札幌ショートフェストの作品をご覧いただいて、多くの感想とかご意見もいただきながら、さらなる世界平和とこの映像の世界を発展させてきたいと我々も思っておりますので、多くの人に見ていただきたいなと思います。はい、チケットの方ですね、もう1回2800円で、112作品、はい、何カ国ですか？36の国からの112作品ですね、はい、はい、ということでした、はい、はい、いや本当に先ほどの挨拶の中にもちょっと組み入れさせていただいたんですけど、たくさんのいろんな国の作品見れるってやっぱりなかなかないかなって思うんですよね。アンケートでもいつも書いていただいているのが、この札幌国際短編画祭何が魅力かというふうなアンケートを取らせていただいているんですけれども、多くの国の作品をいっぺんに見ることができるというのが非常に多く寄せられている意見だったということで、本当に先ほど島田ディレクターが言ってくれた通り、旅行なかなかね、本当にもうこの2年僕も全く動けない状態でいましたけれども、この映画を通じて世界を旅しているような雰囲気になるんじゃないかなというふうに思います。2800円で行けるんですよ。はい、安いですよね。安いですね。ズバリ論より証拠というかですね、百聞は一見にしかず、ぜひこのチケットをお買い求めいただいて、この札幌国際短編画祭の直近1年の本当最新映画なので、世界の今が見れる作品です、こちらの方をぜひ楽しんでいただきたいと思います。明日はピザを食べながらウォッチパーティーもあります。これもライブ配信しますんで、ズームでですね、みんな集まって、もうちょっと今日ご紹介できなかった面白いコンペ以外の作品もたくさん上映するので、そちらの方を中心にですね、ぜひ見どころをご紹介して いきたいと思います。内容的にはピザを、はい、食べた柔らかい雰囲気で、そうですね、作品見どころの作品の見どころを、はい、それぞれ、語るという形ですね。おすすめのピザとおすすめの作品、はい、もぐもぐしながら話す感じになると思いますけど、うん、ですのでチケットを、買った方は、見どころを、覚えていただいて、オンラインの方で見ていただくと、そんな形になりますね、はい、基本的にはどなたでも見れる YouTube チャンネルで配信していきますので、それをチェックしてもらって、チケット買ってもらう、そしてピザも注文していただくというような趣旨になっております。いいですね、はい、楽しそうですね、はい、あとは会場上映は足元さんに言ってもらおうと思ったんですけど、11月19日からですね、ちょうど今日が金曜日なので来週の金曜日から、はい、始まります。こちらは札幌のクリエイティブスタジオ、会場の方で、大スクリーンで上映しますので、こちらのチケットは、オンライン上映とはちょっとチケットの種類が違いますので、1プログラム単位でお買い求めいただければと思います、はい、会場上映のチケットは、1プログラム1500円、となっております、もうオンラインで、販売中ですので、ぜひお買い求めください、ね、去年は、ね、リアル会場1日しかできなかったんですけれども、ね、今年はだいぶやっぱり感染者数も減ってきているということで、3日間そして多くの監督も札幌に来たいということで来てくれるということになっております。あ、そうなんです。特別上映会の方は、うん、多くのゲストの方に来ていただきたいということで、割と国内の作品、それから北海道ももちろんそうなんですけども、日本の監督の作品がたくさん見られるような、タイムスケジュールになっています。あとは前日の18日に、アワード発表がありますので、その時に発表された受賞作品を、ぎゅっと詰めましたアワードプログラム、はい、というものも、特別上映会の方では上映いたします。はい、楽しみです。そうですね、その18日にアワードの受賞セレモニーがありますので、それを見ていただいて19日からそのリアル会場に登場していただくというような感じになると思います、はい、そして21日は岩井俊二監督も
来られるということで、直に岩井さんを目の前にして、作品を見て、そして、Q&A、はい、ということになると思います。そして、受賞式も YouTube ライブで無料で見れますので、そちらの方ぜひですね、何が受賞するか楽しみに見ていただきたいなというふうに思います。すごい個人的なあれなんですけど、はい、岩井監督ってどういう作品が好きなのかなとか、あ、そうですね、そういうのがちょっと気になるので、あの受賞式すごい、はい、楽しみですね。そうですね、あの受賞式はどんな感じかっていうと、作品のもちろん受賞作品の発表のほかに、あの審査員の受賞コメントっていうのがありまして、うん、そういったことがあのその作品をこう見る側からまた評価評論していただくという、そういったところもあの見て取れるので、何が賞を取ったっていうだけじゃなくて、どうして取ったのか、どういう視点でこの作品が選ばれたのか、まあそういったこともちょっと楽しみな受賞式になるかなというふうに思います。はい、告知は以上でしょうか。まあでもあれですね、あのオンラインの方のイベントがまだこれからあの追って出てくる、はい、オンラインイベントがある、ね、あるんですよね。あのこれからガンガンあれですね、問い合わせ、MC が下手すぎる、噛みすぎるというクレームが流れてくるのではないかなと、あの個人的にはちょっとドキドキしています。僕は打ち明けますけど、今日実は喉が腫れまして、もうずっと喉飴をこう舐めながら、はい、あのいつ枯れてしまうかとドキドキしながら、あのいましたので、それで落ち着いた声だったんですね。いやいや、まあ、そうかもしれないですね。ちょっとの鼻声なのかもしれないですね。僕はもう寝不足でひどいことになっております。そして、みんなスタッフも寝不足で、はい、今日ウェブがオープンしました。ありがとうございます。、はい、もう皆さん、ね、ギリギリであれこれいつから見れるのとか、いつオープンになるのと、あの皆さんドキドキされてたかというふうに思いますけれども、はい、あの多くの作品ウェブの方でチェックいただいて、そして、今日からですね、3週間近くありますので、はい、チケット買った方はゆっくり、ご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。作品の見方を説明しろと。あ、これはこれ口頭で説明するの難しいんですけれども、そうですね、これ僕のスライドを今から見せた方が良かったかもしれないですけど、あの、まあいいです、大丈夫です。基本的にはパスマーケットっていうチケットサービスのところにこうチケットポチッと押すと飛ぶんですよ。で、そこでチケットの種類があるんですが、買うと、まあオンラインで購入できます。そうすると、あの登録したメールにチケット買いましたよという注文番号というのが来て、でそれをホームページの方に、再度ですね、ユーザー登録というのをしていただいて、で初めてログインができるようになるというですね、ちょっといろいろ手続きがこのオンラインというですね、デジタルショーもできましたからね、こういうのもちょっと慣れていただくというか、ちょっといろいろ大変なんですけれども、まあ、何かあればお問い合わせいただくということになると思いますが、去年も、たくさんの方に楽しんでいただいているので、今年も多分、十分楽しんでいただけるというふうに自信を持っております。大丈夫ですかね、以上ですかね。あのディレクターがあのほぼあのセルフディレクションな感じになってますけど。はい、ということで、まあ、時間もちょうど、予定通りの1時間に、収めました。いつもね長くなるって怒られるんで、巻き巻きでやったらカミカミになってしまったというですね。亀巻きで何を言ってるんでしょうか。はい、締めろということです。はい、そうですね、はい、それでは、札幌国際短編画祭第16回札幌国際短編画祭、本日から、スタートとなります。ぜひ、皆さん映画祭の方を楽しんでいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、プロデューサーの久保俊哉とフェスティバルディレクターの島田英二でした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでください。俺また消されるんじゃないの、バッシュって。